今回は尾道市地域おこし協力隊員の大橋和也さんと池上紗恵さんにお二人の紹介と尾道の地域づくりへの意気込みを伺います。大橋さん、池上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに地域おこし協力隊の制度についてご紹介します。地域おこし協力隊は都市部に住む人が地方に住民票を移し、外からの視点で地域ブランドや地場産品の開発、販売、PR といった地域おこしの支援や農林水産業への従事、住民の生活支援などの地域協力活動を行いながら、その地域への定住・定着を図る取り組みです。それでは早速大橋さんから自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。改めて私は大橋和也と申します。私は東京都出身で、前職は茨城県の農業学校の職員をしておりました。活動地域は三次町で、昨年の5月に着任しました。続いて池上さん、お願いします。同じく東京都出身の池上紗恵と申します。私は前職でスタートアップの会社で働いていました。今年6月から尾道市全域が担当で、こちらに参りました。よろしくお願いします。大橋さんは活動を開始されてから1年が経ちましたが、協力隊としてこれまでどんな活動をしてこられたんでしょうか。はい、私は活動当初から前職の経験を生かして、三次町内の道の駅クロスロード三次に、あります野菜市に出荷している農家さんを中心に、お手伝いをさせていただいております。さらに今は野菜市での販売支援や EC サイト上の商品、三次の三つ星野菜瓶という野菜ボックス等の商品作りをしております。また私は野菜ソムリエでもあるので、三次町の子育て世代の親御さんを主に対象とした食育イベント等の実施も行っております。そして三次町の PR を目的としたお散歩動画、三次散歩を作成しており、三次町の自然や風景、観光名所、各地区の紹介等の動画を尾道市の公式 YouTube に投稿しています。活動地域となっている三次町の好きなところも教えていただけますか。はい、私の三次町の好きなところとしましては、春夏秋冬の四季があることですね。この四季折々の気候があるおかげで、さまざまな野菜や果物、お米などが美味しくなります。また三次町は少量多品目栽培の農家が多く、春は桜や山菜、タケノコ、夏は野菜にバナナ、秋は彼岸花にお米、干し柿、冬はお餅にいちごなど、豊富な四季の魅力があります。池上さんは6月に着任したばかりですけれども、尾道市の協力隊に応募したきっかけはどんなことだったんですか。はい、募集内容に惹かれたので、応募しました。内容としては町の PR ですとか、あとはふるさと納税の産品作りっていうところになるのですが、そういった内容がすごく面白そうだなと思って応募させていただきました。実は尾道に来たことが今までなかったんですけれども、面接をきっかけでこちらに来て、山も海もある本当に素敵な町だなっていうふうに思いました。池上さんはこれまでの協力隊とは異なり、活動地域が尾道市全体ということですけれども、これからどんなことをしていきたいですか。私のミッションは、ふるさと納税の返礼品の開拓ですとか、移住者の促進、あとはシティプロモーションなど、結構幅広く多岐にわたっています。ですが今は、まずインスタグラムの方に力を入れていきたいなというふうに思っています。
実際にその、いろんな各地を巡って写真を撮って、コンテンツをいろいろ作ってるんですが、そのコンテンツをどんどん拡充していきたいなというふうに思っています。でそれから若い移住者さんが増えるようなイベントの企画ですとか、あと海外の大学と尾道の地域と連携して何かできないかなっていうところでサポートをさせていただいたりですとか、あとは海外への発信を目的に地域の高校生と一緒になって英語を活用した取り組みっていうものをしていきたいなというふうに思っています。期待も高まりますね。それでは最後に改めて尾道の皆さんへ意気込みやメッセージをお願いします。はい、ありがとうございます。いろいろな三次の魅力をこれからも発信していきますので、市内の方々もぜひ、尾道の奥座敷三次へお越しいただき、三次のさまざまな魅力を感じていただければと思います。これからもインスタグラムや、それから大橋さんと一緒にノートなども新しく始めていこうと思っていますので、それぞれ合わせて応援していただけたら嬉しいなと思います。ぜひよろしくお願いします。尾道の皆さん、地域おこし協力隊のお二人をこれからもよろしくお願いします。今回は尾道市地域おこし協力隊員の大橋和也さんと池上紗恵さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。